韓国政府は中国の西安市に日本の植民地支配に抵抗した朝鮮人部隊降伏軍を記念する石碑の、除幕式が29日に行われることを明らかにしたたって、まあね、除幕式が開催されたそうなんですけれども、このね、降伏軍というのはですね、なんか独立運動家の金九という人がですね、上海で設立したんですけれども、もう本当にこう十数人の最初寄り合いで今日って規制を上げていたらしいんですね。で、この軍設立1年後に、まあ、300人ぐらいの兵力を確保しただけだというふうにあるんですけれども、実際に朝鮮人部隊が日本軍と交戦をしたという記録は残っておりません。にもかかわらず、この石碑に何と書かれているのか。韓国の国民が共に日本帝国主義の侵略と圧迫に対抗した歴史を記念し、抗日勝利に寄与したことを称えるための記念碑と中国語と韓国語で刻まれていると。なんだか読んでて私もね、こう虚しくなってきてしまいますね。どうしてこういうね、美容整形感覚で歴史の捏造ができるのか理解に苦しみますけれども、で、かたやね、こういう今近年韓国の国内にある日がこう4つぐらいね立ってるそうなんです。それがベトナムに関する、ね、偉いな韓国人、とうとう目覚めて来大藩の日でも立て始めたのかと思いましたら違います。ベトナム参戦の日ということで、退役軍人などが地方行政と、提携して建て始めているんですね。で、あと景気道にあるものはですね、1億4800万ウォンもかけて建ててるそうなんですけれども、そこに、ベトナム韓国軍がベトナムで犯した蛮行については何も書かれていないということなんですね。まあ、慰安婦の日にしてもそうですけれども、なぜこれだけ土地狂ったように韓国は捏造の歴史石碑を建てまくるのかということで、私はちょっと気づいたことがございます。あまりにも気の毒だなと思いますね。日本人には心の見柱というね、この中心線が立っている人が多いんです。この見柱、何がインプットされているのかと言いますと、誠の心、嘘はつけません。魂は何が嘘で本当か全部分かっております。で、慈愛の心、調和の心、そういったものが中心に据え置かれていると、こういうね、嘘のモニュメントというのに対して大変、嫌悪感、それから恥ずかしさを覚えて、とてもこう、ずうずうしく立てることができないし、必要ないんですけれども、まあ本当に私は韓国の方に一人でも多くこの心の見柱が立つことを願ってやみません。チャンネル登録もよろしくお願いします。